加藤浩一は、日本の政治家。民主党所属の元衆議院議員。株式会社、TBM 監査役。内閣総理大臣補佐官、法務副大臣を務めた。東京都千代田区神田生まれ。駒場東方中学校、高等学校、上智大学理工学部電気電子工学科卒業。大学卒業後、リクルートに8年間務めた。2000年。 第42回衆議院議員総選挙に東京20区から民主党公認で出馬し、公明党の大野由里子、自由民主党の現職で党の公認を得られず、無所属で出馬した清水清一郎らを破り、初当選。2003年、党役員出自長に就任。2003年の第43回衆議院議員総選挙では自民党の公認を得て再出馬した。 清水清一郎を破り、再選。2005年の第44回衆議院議員総選挙では、東京20区で自民党の木原政治に敗れたが、重複立候補していた比例東京ブロックで復活し、参選。2009年の第45回衆議院議員総選挙では、前回敗れた木原を破り、4選。鳩山幸男内閣で法務副大臣に任命され、 菅直人内閣でも再任。2010年9月、菅直人第一次改造内閣発足により、法務副大臣を退任し、内閣総理大臣補佐官に就任。同年10月、菅直人の後任の民主党東京都連会長に就任した。2011年1月発足の菅直人第二次改造内閣でも首相補佐官に再任されたが、東日本大震災の発生を受け、 前内閣官房長官の千国義人が内閣官房副長官に起用され、千国の起用に伴い官房副長官の藤井、広久は首相補佐官に転じた。首相補佐官の定員は5名で、当時、加藤の他に、寺田学、細野武柴芝広和、辻本清美の4名の首相補佐官が置かれていたため、藤井の首相補佐官就任に伴い、入れ替わる形で、 加藤が首相補佐官を退任した。2011年9月、国会対策委員長代理に就任。しかし、直後の第178回国会の会期延長をめぐり、国会対策委員長の平野博文に辞表を提出。辞表は受理されず、腰石あず幹事長により1ヶ月間の謹慎処分が下された。2012年10月、 民主党東京都連会長選挙に再出馬するも投票前に立候補を辞退した。2012年の第46回衆議院議員総選挙では東京20区で前回下した木原に敗れ、比例復活もならず落選。落選後も民主党の支部長として政治活動を続けていた。2014年の第47回衆議院議員総選挙にも東京20区から 民主党公認候補として再出馬する意向を示し党執行部に公認を申請していたが、同年11月の衆議院解散直後に党執行部が東京都第20国支部長の現職武田公明を20区に国替えさせ擁立し、加藤は候補者から外された。加藤は民主党の公認を得られず、無所属での立候補は無謀との判断から出馬を断念した。 ありがとうございます。